こんにちは皆さん、ペイペイ使ってますか？最近ね、私ね、決済のほとんどをペイペイですることになってるんですよ。で、ヤフーショッピングで買い物するときもペイペイですしね。ペイペイってね、なんかね、バックがすごく高いんですよね。例えばこの前、スーパーペイペイ祭りで 49% バックみたいなのもありましたし、それから通常ですってもね、17% バックとかね、10% バックとかあるんですよ。 T ポイントの他につくんですよ。ということで、ペイペイで、例えばね、1万円分の商品買いましたって言っても、なんかね、普通にね、1000円とか2000円分戻ってくるんですよ。時には3000円とか。そうなると、どんな投資よりも運用利回りいいような感じがしますよね。だって10万円を1年かけて11万にはできないわけですよ。でもペイペイだと10万円の商品買うと11万円分の商品買えちゃう。しかも11万円分の商品買ったらまたね、ポイントがついてまた何か買えちゃうっていう、この買い物の連鎖とかね、ポイントバックの連鎖が起きてきて、いや本当すごいなと思いましたね。で、最近でしたらセブンイレブンで買い物するときもセブンイレブンのアプリを通じてペイペイを使うと両方にポイントが貯まったりとかするんですよね。いや本当に使いやすいペイペイでございます。で、ペイペイポイントってしばらくするとバックされてきて、で、ペイペイのボーナスに組み込まれて、それで買い物ができるんですけども、戻ってきたペイペイボーナスをそのまんまペイペイの中のこうね、投資に回すこともできるんですよ。ボーナス運用って言ってね。で、これスタンダードコースとチャレンジコースって言って2つのコースがあって、チャレンジコースはリターンもリスクもでかいんですよ。スタンダードコースはそこそこの利回りでそこそこのリスクなんですよね。もちろん最初はスタンダードコースで行くことをお勧めするんですけども、これね、買い物するたびに、まあ、バックされたおまけみたいなボーナスポイントはそのまま運用利回り出してくれるんで、本当に自分で出費なくしてね、お金を出すことなく投資ができちゃうっていう新しいスタイルだと思います。しかもペイペイっていうね、莫大なお金、要するに資本力のあるところが、これからもペイペイって資本は増えますからね。どんどんペイペイに参加する企業とか団体が増えて、運用利回りがね、どんどん高くなることも見込めるんですよ。まあどう捉えるかは個人個人それぞれなんですけども、いや私この仕組みすごいなと思いました。仕組みがすごいなと思いながら、別にペイペイの投資ね、しないつもりですというのが、一旦したんですよ。一旦ペイペイのボーナス運用したんですけども、そのパーセンテージよりも私みたいに買い物が多くて、毎日あのヤフーショッピングで毎日買い物してるんですよ。飲食店でもペイペイで払いますからね。そうなると、その買い物にすぐ使った方が運用利回りよりも買い物バックのボーナスの方を改善させた方がいいっていう結果になったんですよ。ということで、ペイペイのボーナス運用ね、年間利回り数パーセント出るよりもペイペイを使ってボーナスボックスされたペイペイを、そのバックされたペイペイをまたさらに使った方が、もっともっとね、資金の回転をして、結局ボーナスポイントが20ドル、30ドル、50ドル、60ドルできてるなっていうことに気づきましたんで、これからもね、しっかり買い物して経済回していこうと思います。とりあえず、いろはすの水買います。それでは、いってらっしゃい。